おはようございます。こんにちは。こんばんは。塾長です。1月6日木曜日は、色の日。はい、語呂合わせです。1月6日、色の日であります。ビジネスカラー検定協会というところが制定した日ということで、色に関する仕事をされている方、ね、あのカラーコーディネーターとか、最近はカラーセラピーなんてのもあったりしますよね。まあそういった方の記念日ということであります。ところで、2022年今年の色っていうのがあるそうで、まあ、日本流行色協会、ね、流行の色と書いて流行色協会というところが、いろんな協会がありますね。はい、出してるんだそうなんですけれども、今年の色って大きく2つあるんだそうです。一つはですね、ジョリーコーラルっていう色 で、もう一つはベリーペリっていう色だそうです。はい、調べてください。まあでもちょっと解説しますと、ジョリーコーラルっていうのは蛍光色のオレンジ色、オレンジっぽい色なんですよ。で、まあね、このコロナ禍で、ものすごく暗くなってしまった世の中をね、ちょっとでも暖かい色で明るく照らすように、あとはそのオレンジ色がビタミンをこうね、彷彿とさせるような色だっちゅうことで、まあそういうこれからのね、世の中が良くなるようにっていう思いを込めた色なんだそうでございます。でもう一つベリーペリという色ですね。これは紫、淡い紫色にちょっと 青っぽい紫、そういう色だそうです。でこれは紫って青と赤のね、混ぜ合わせた色だったりしますけれども、青が今まで変わらないことであるね、今まで守ってきた変わらないこととか落ち着きとか誠実さっていうのを表しているのに対して、その赤っていうのがエネルギーであるとか変革を表していると。でまあだからそれを混ぜ合わせるということですよね。今までのその あったその、大切さ、つまりなんていうのかな、伝統というか、今まであったものとこれからの変革っていうのが調和して新しいものを生み出していくことによって、まあやっぱりこれもね、コロナとかがあったわけなのでね、変えていこうというような気持ちでこの色が選ばれたということであります。詳しくはなんかどっかサイト見てみてください。はい、では今日はですね、なんと架空の人物でありますが、シャーロック・ホームズの誕生日ということで紹介したいと思います。偉大なる精神に生じなし。これ調べててびっくりしたんですけど、今日はシャーロック・ホームズの誕生日でもありますし、古畑任三郎の誕生日でもあるそうです。でこういうところちゃんと合わせてるんですね、三谷幸喜ね。憎いですね。はい、まあシャーロック・ホームズの名言ということは、コナン・ドイルね、作家のコナン・ドイルが書いたということなんですけれども、偉大なる精神に生じなしであります。偉大なる精神で、どんな大きなことをする人ね、その偉大な人ね、そういう人も生じ、たわいもないこと、些細なこと、小さなことっていうのはないんだ。だからどんな小さなチャンスも見逃さない。なんかこういいことがあったら、そのちっちゃいことと捉えないで、自分のもね、自分のそのためになるものだったらば、それを一つのこととしてチャンスを生かすと。もうその偉大な人っていうのは必ずそういうことをちゃんと見逃さないでチャンスを生かすものだというようなことで、書かれているセリフです。はい、まあ本当にチャンスっていうのはね、いつでもどこにでも転がってるものだと思うのでね、アンテナをしっかりと立てて、そういうのは逃さないようにしていきたいものですね。はい、今日はここまでにしたいと思います。皆さん、またね。